から随所にね、こう、そう、何気なしに置いてる。おしゃれですよ。おしゃれな。植木鉢もかなりこだわりがあるんで、植木鉢とセットでね。新しい盆栽 の、うん、の文化いうかね、求めるときに、そのときに従来の植木鉢だと多分満足してくれないんです。なるほど。こことかですね、その向こうの玄関のところにもあります。これも家蔵からこうだ。家蔵さんね、家蔵さん、あの木と。今回あの高松盆栽の里フェスタ2023の宣伝も兼ねまして、高松盆栽のね、いろんないい園があるとこう紹介して回ってるんですけども、今回あの花沢妙春園、妙春園、ごめんなさい、明るい春と書いて妙春園さんの花沢美智子ちゃん、はい、はい、美智子ちゃん、どうもです。あの珍しい、あの高松の中では女性で盆栽っていないですね。全国的にも少ないと思いますけど、ここに友達募集中って書いてあるみたいな。ああ女性のね、おっさんよくいるからね。おっさんよくいらんすか、うん、おっさん。ではこれ、そうでしょ、遊んでるんです。松で盆栽って、ね、これもいいでしょ。これなんですか、これ。これは何を、これちょっといびつになってる。なんですか、な何の字、うどん。あ、うどんや。そういうことか。ほんまや。U、D、離れてて、O、N。O、N がちょっとうまいこと言っとらんけど。ほんとや。うどんだ。香川だから。これは、そうそう、これなかなかね、うん、高松でこれしてる人は。そうですね。でも全国的にもいないですよ。前なんかヤフーニュース1回ね、乗りましたよね。こちらがうちの家です。家です。で、道挟んで上と下があるんですけど、下があります。全部で我が家です。全部で我が家。はい。家と車以外は売れます。じゃあこちらちょっと管理されてるということで、はい、ちょっと紹介していただいてもよろしいですか、はい、こっちがだから簡単に言ったら山野草とか苗物を売ってるスペースとか、まあ、ちっちゃいものを売ってるスペースになります。で、はい、作って最近オリーブも始めたんですよ。オリーブの盆栽でちっちゃいオリーブっていうんでコリーブって名前をつけて、コリーブ、どっかタグないかな、タグ頑張って香川のお土産にしようと作るんですよ。こんな感じで、あ、コリーブって書いてある。で量頑張ってよけ作るんですけど、まだまだちょっとお土産になったらいいなっていうんで。なるほど。オリーブも有名、オリーブ、あの香川県有名です。有名で す, 有名ですけど、だからこんなちっちゃいのをちょっと綺麗に作ってるところなくて、オリーブの実取ってたりオリーブの収穫とかは有名なんですけど、うんうん、盆栽っていうのがあんまりなくて、だからこのサイズ、ちっちゃいサイズとか大きいサイズ、そんなサイズをちょっと頑張って作ろうかなと、はい、なるほど、悪戦苦闘中です。松よりか難しいんですよ、なんか針金がかけにくいって前ね、あの枝に幹に傷がついちゃうんで、どうしても針金の跡がついたらちょっと格好悪くなっちゃうんで、それを直さなあかんのと気をつけなあかんのと、簡単に言ったら葉っぱの色がね、私ちょっと色が抜けたりしちゃうんで、それがちょっと苦手ですね。でもまあよかったらいいお土産にしたいんで頑張って作ってます。で、ここら辺はもう私の遊び場です。遊び場、星、ね、星に、あ、これお魚ですか。お魚です、クジラです。だから数字とかこれは、え、これは矢印の予定なんですけど、ここがもうちょっと外れてきてるから、家とかなんかこっちよっていうの、トイレこっちよとかっていう矢印いいなと思って矢印作ってたのと、ね、で数字もあります。ここに今もう7しかないですけど、数字も0から9まであったりとか、3もありますね。3もありますとか言って、まあいろいろ遊んでます。なるほど。で、まあ徐々に進んでもらったちっちゃいものもありますし、いろいろ種類は豊富やと思います。高松だと貴重ですね、こういうの作ってる人いないから。そうそう、ね、商品、こっちが基本山野草育ててます。入ってもらったらいろいろ、もうちょっと秋なんでね、半分ぐらいちょっと終わってますけど、山好きの人とか最近来るようになりました。 山で見てあれがっていうんで、わざわざ来てありますかって聞かれて、ちょっとマニアックすぎてないのもあるんですけど。そう、数多すぎますもんね。そう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 、だから私の家で育てられるものをそれぞれ育ててる段階で、今やったら菊とか、菊、富士バカマとかが、ラッキョとかが多少里の方にも持っていくんですけど、そんな感じでいろいろ育ててます。金沢産地だけで何種類ぐらいあるとか数えたくないです。そうっすよね。でもこれも手に負えんで、植え替えもちょっとね、ままならんまま、ちょっと寂しくなっちゃってるのもおるけど、でもね、増やすの好きやから、だん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 増えていくんですよ、これって。なるほど。
ゃんと山野草に合いそうな鉢もね、豊富なんです。大体お皿です。お皿でね。お皿で置いたりとか、水が溜まるやつのお皿っぽいやつ。で、こっちが大体進んでいってもらったら、まっすぐです。木とか、まあ、上にもあるんですけど、こっちの方、ここが影のところとか。あ、日陰ゾーン。そうですと、ここに木があったりとか、苗木とかいろいろ。棚の下は、頑張って五色車育ててるんですけど、いろいろ。阿蘇川はね、あのね、便利なんですよ。これあの小学生に苔玉教室行った時にちょうど一緒に渡すんですよ。水かけてねっていうために。なるほど。こっちしおれるんで、うんうん、絶対水かけたくなるじゃないですか、で横に苔玉置いといてよっていうんで、なるほどちっちゃく育てようです、だからあんまり伸ばさずにちっちゃいまま、もみないですよね、これぐらいのまま育ててもらうっていう。朝顔このサイズでみんな育ててねっていうんで、で毎年毎年種取って。巻いてるんですか。はい。いや、でもすぐ出るからいいですよこんな感じで苗物を。ここら辺はもうお父さんが、はい、父の趣味です。すごい、これは楽しいですよ。すごい、ね、産地からいろいろ集めてるのと、うちの絵で使いやすい鉢を、はい、こっちはだから量産じゃないですけど、たくさんあるもの、はい、で家の方にもたくさんあるのはもう作家さんのものとかも混ざってたりもするんですけ ど, じゃあ比較的お買い求めやすい。そうです、これも作家さんのですけど、まずこの1箇所でこの種類を見れるっていうのがかなりありがたいですよね花澤さんの厳しい目をかいくぐってきたうちねの趣味というかの好みもあの、偏ってますけど、どっかこっちシガラギとか、これもシガラギの鉢になるんですけど、もう今作ってないのもたくさんありますね。廃盤になったのとかもあるから、昔鉢よけあったのにっていうのもたくさんあります。じゃあもうあるうちに来ないとなくなりますよなくなるかね、生産されてないから。これは盆栽の里にはこのいいところは全部持っていけないですもんね、ぜひね、こっち園に来られない。だから好きな苗持って好きな鉢選んで帰るお客さんもいらっしゃいますし、もうお願いから植えてって言われる方もいらっしゃるんで、全然そこら辺は、ね、好きな方はね自分で頑張って植えるんですけど、うちはもうほとんど私の作業場と、ここ水と草、まあ、作ってるところですよね。ここ水と草作ってたり、奥で松ぼっくり作ってたり。まあ、こっちがちょっと挿し木したりなんかしたりするので、ちょっと置いてることあります。え、これほぼ一人でやってるってことですよね。そうですね、母もいますけど。母さん大変、増やしすぎたらこうなったって話です。なるほどいろいろ種まいたり挿したりして、ね、増やせるものを増やしてたり。今年挿した子ですけど、ちょっと確率はある。時はしのぶです。かわいらしい、綺麗だからご教室の教材をきっと購入して、ちょっと残ってる子たちをなんとかせなあかんなっていう状態ですごいっすね。こんな感じです。レンザンさしてたり、津山ヒノキさしてたり、島とねりことか、西洋カマツか、種まいたりとか。草との戦いですね。草との戦い雑草との戦いですで、富士山様とか、紅葉したものとか、花が咲くものとか、であとこれに実物とか足しながら、こっちにも置いてるものとかも。やっぱその旬のものを持ってくる感じですかね、じゃあ。そうです。春には春、秋には秋のものを持っていくんですけど、いろいろ入れ替えて楽しんでもらえるように。赤なんで綺麗でしょ。赤が目立ったらね、春なんか誰も見てくれないですけど。あ、そう。春は色が緑。緑オーバーヘンリーズだ。アメリカ。アメリカ。ああ、綺麗。赤が綺麗。もっと赤くなります。もっと赤くなる。ですよね。時期だと。ドス黒くなるって言ったら。これは何ですか。フジバカマの芝フジバカマ。フジバカマ。へえ、ちっちゃい花が。スタンダードなフジバカマこっちになるから。こっちがスタンダード。苗物少しね、お花が咲いたらいいんやけど、菊とかも苗を持っていかれるということで、
そうです。これ寄せ植えとかに使うんですか、それともこれだけで植えと。ね、寄せ植えに使われる方もいらっしゃいますし、まあ、基本的にはお庭に植えたいって方もいらっしゃいますし、単品で私みたいに植える方も、でも菊とかやったら 2,3 本植えた寄せた方がね、綺麗になると思うんで、皆さんそれぞれですね。それぞれ、はい。こっちはだから松苗いっぱい、まあ、いざとなったらね、すぐ、そうそう、矢印もちゃんとしたら微妙やな、こんな感じで矢印、そこら辺にスーツとか出るとか、まあ、でも何年前に作ったやつやろ、そこら辺の古代、10年ぐらい経ってます、うん、古くなってる、古くなってもこのサイズでこのまんまね、3です、3です。10年は経ってると思いますよ。10年経ったら、ああ8、9もある。これ文人美じゃないですね、まだ3ですか、うん、10年前ぐらいに古いのもあるんだ、あります。苗木を曲げるの途中で飽きちゃって遊んじゃったんです、うん、でも遊んだ結果こうなったから良かったんですけどね、うん、それ、ま、丸い鉢に種まいたいね、リースを作りたくて1年目、2年目綺麗やったんですけど、でもやっぱり無理ですよね、まあ、外側じゃ3年目限界が来てますもん。めちゃくちゃ芽生えは綺麗で、もう全部が芽生えてくれたからすっごい綺麗やったんですよ、1年目、2年目リースとしたらいいかもしれない。あの黒アゲハ、ジャコアゲハの幼虫じゃなくて黒アゲハが来てほしくて、馬の鈴草を地植えしたんです、うんうん、でだからこの幼虫頑張って育てて、うん、黒アゲハに今頑張ってしよう3年目。普通だって蝶々嫌うじゃないですか、黒い綺麗な蝶々が来るんですよ。いやでも普通ね。いや虫だからこれ予防かけるのとか大変なんですよ、父に怒られるんですよ、俺予防かけたんやけどどうしたらいいんやって、こうなったらこれ全部覆うんですよ、あのビニールで覆って予防かけていいよっていう状況にするんですけど、黒いアゲハチョウが来てほしくてこの子地植えして、やっと3年目でここまで大きくなったんで、もうこの状況でサナギになって蝶々になってもう20匹とか30匹来るようになりました。黒じゃなきゃダメなんですね。黒がいいです。で黒がもう来るようになったんでもういいんですけど、黒いトンボも来ますよっていうのはなんか知らんすけど、葉っぱ食べちゃうけど、そうで、この葉っぱしか食べない。あ、そういうことですか。この葉っぱしか食べないし、この葉っぱしか食べれないの、この子たち、だからこの馬の続く草って言って、あのよく見ません、このどこ行ったやろ、花まで食べちゃったかな、あの不思議な花ないか、食べちゃってるなこいつら。馬の鈴草っていう鈴みたいな、そうなんか不思議な花が咲くやつを育てたら、で頑張って皆さんにどうですかって進みやるところ、まあ、これしか食べないやったら全然いいですよ、これしか食べないです。でも一時この葉っぱがなくなるぐらいこいつが増えたらすごい逃げてはいくんですけど、この辺は渡り歩いてるんですよ。蝶々も好きだという、そうよかったもん、黒限定で。今日結構娘さんとね、お父さんもお二人にいっぱい花沢明主演の魅力をかなりいっぱい語っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、これでまたあの高松盆栽の里フェスタ2023、まあ、会場は10月28、29とイベントやってますけども、まあ、そこだけでは多分花沢さんちの魅力は全然伝わらないと思うんで、はい、まあ、興味のある方はね、ぜひ期間中にでも訪れていただいて、はい、楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ今日ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。なんか視聴者のメッセージとかあれば。僕いつもそんなとこに言われたら言うんですけど、松もですけど、桜を育ててですね、桜を自分の力で花咲かしてお家で花見をするっていう素敵な遊びができるのは盆栽だけなんです。だからぜひみんな盆栽をやっていただきたいなっていう。うん、ありますか？その後言うことはないんです。身近なところでそういう季節とかね、はい、感じてる趣味、これはもう盆栽しかないんです、うん、確かに。チューリップコスモスではできない、うん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。